詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます。こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうめちゃくちゃ寒くなりましたね。ちょっと急激すぎるんじゃないかと思って、東京の関東の方は、本当に寒くて、そう今日からちょっと服装を長袖にしないといけないなというところです。僕も絶賛夜更かし中でですね、多分今日の喉の調子が悪いのはきっとそのせいなんだろうなと、思ってます。1時ぐらいまでやっぱ起きてっちゃって、で朝5時ぐらいに起きると。ただ1時に寝ようとしてもですね、あれなんか娘が、娘用の布団の上からですね、気がついたら転がって落ちてるとかですね、上下が逆になっているとか、お腹を出してるとかですね、布団をかけなきゃとか、なんかそれをやってたり。で、寝てちょっと1時間ぐらいするとですね、またなんか娘がですね、うわーとか言いながら、もちゃもちゃしてるんで、もう一回布団確認してとかですね、そんなことやってると結局なんか睡眠が浅くなってしまってという悪循環なんですけど。まあでも、娘に何かあった瞬間になんかすぐ起きれるようになったのは、なんか親として成長したんかなというふうに勝手ながら思っています。ちょっと今日はちゃんと寝ますね。明日はわかんないけど、今日はちゃんと寝て、体力をなんとかキープしたいと思います。では、今日の本題なんですけれども、今日はですね、お腹を使った力強い声を出すためのポイント。まあそういう話をしていきたいと思います。これYouTube の詩吟教室の方はですね、昨日の配信を聞いていただければ、もう大体そこの内容にはなるんですけれども、まあやっぱり大事だなと。これは改めて個別で話しておいた方がいいなと思いましたんで、今日はそういうテーマでいきたいと思います。お腹を使った力強い声。つまり、まあ、腹式呼吸を使うの声とかですね。詩吟の先生からいろいろお腹使ってとか言われるかと思うんですけれども、僕はどちらかというと、もうその重みのある血を這うような声、そういうふうに例えることが多いです。詩吟の声というのはですね、歌声とはちょっと違います。歌声はどちらかというと頭の方に響かせる。今日は喉悪いな。とこういう多分、抜けとか響きとか、そういうものが大事になってくると。で、一方詩吟の声はですね、地声でまず力強く出せばいいですよというのを、吟歴の浅い方には話しますね。と、声を前にしっかりと角張った形でですね、出すという形にしております。で、今回は、そこからさらに次のレベルですね。ただ地声で強く出すのではなくて、お腹を使って、力強く、とかですね、血を這うような、という、そういう意味で、今日はちょっとレベルの高い話になります。ですね、ただ地声が強い声というのは、喉にも若干負担がありますし、それだけで声量を稼ごうとするとですね、なんかうるさい感じがします。さらに言うと、声としてもですね、重み、深み、そういうものが相手になかなか伝わりにくい、声になってしまうんですね。細かく言うと音程もまだ暴れやすかったりします。ずれやすかったりします。で、一方、この血を這うような声っていうのは、その逆ですね。深みもあって、重みもあって、もう感情表現がしやすくて、かつ音程も安定している。そして疲れるんですね。お腹がめちゃくちゃ疲れるという、こういう声です。ただですね、本当に議員やっていると、こういう声を出しましょうと、もっともっとお腹を使いましょう、お腹を支えましょう、とかですね、下への意識持ちましょうとか、僕も下へってよく言ってるんですけれども、本当に言われるんですよ。言われるんですけれど、これ本当に難しいんですね。なんかそんなちょっとやそっとでできるもんじゃないです。僕も、どれぐらいかな、5年ぐらい、5年以上、前の先生に言われて、もっとかな?言われて、全然よくわからなくて。で、そこから先生が変わってから3年ぐらいですね。3年ぐらい経って、ようやく、なんかわかってきたなっていう、そういうレベルです。本当になんか8年とか10年とかかかってますね。
それほどのものだということをまず一つ知っておいてください。先生に言われた時とかですね、目の前に先生がいながら吟じている時はなんかできる、ちょっとできたかなって思うんですけれども、その教室の後半になると、あれできなくなったなとか、で家に帰って自分で一人で練習すると、あれ全然できないみたいな、ほんとそんなのを繰り返して繰り返して、だんだんとできるみたいな、そんなことです。これはまず、心構えとして知っておいてください。そして、すいません、だいぶ前提長くなったんですけれども、じゃあどういうふうにやっていったら良いのかというポイントですね。これあればもうすぐにできるよという、そんな即効性のあるものではないんですけれども、3つありますのでお話ししていきます。なんだったっけな。まず1つ目ですね。1つ目は、音が下がるところですね。音が下に落ちるところを、明確に下がるんですね。分水粛粛粛粛、ここのうー下にガクンと下がって、ここ主音と呼ばれる音なんですけど、ここに落ちる時ですね、ここを明確にもうガクンと直角に落ちるような、そういう意識を持ちます。そうすることでですね、この下のちゃんと地を這うような声を捕まえやすくなります。ここをぬるっとするとですね、下がりきれなかったりするんですよ。シュクシュク、最終的な到達点は同じかもしれないんですけれども、なんかグラデーション的に徐々に、一番取りたい音を取りに行くのではなくてですね、もう最初からグワシと掴んで、行った方が、音の第一印象が良くなるみたいな、最初から音を捕まえてるという感じです。なので、直角に落ちて、むしろ若干落ちすぎてもいいぐらいですね、シュクシュクーと、ガンと落ちて、で、その後に主音を捕まえるというような、そういうやり方でも全然ありです。それほどに本当に直角に下がりましょうというのがまず一つですね。で、二つ目はこれはイメージの話になるんですけれども、この音というものはですね、決して一本の線、一つの答えがあるというのではなくて、波長なんですよ、波長。で、とこういうふうに全部連続的につながっているんですけれども、例えば、というこういう音、こういう音一つもですね、若干のこの音には幅があるんですね。と上に響かせるような、なのか、下に響かせる、どっちも、の音なんですね。こういうように音には幅があるんで、この音の幅がある中で、詩吟においては、できるだけ下っ面を取るようなイメージを持つと良いです。これ上っ面を取ろうとすると歌声みたいな感じになってしまうんですね。上に響かせようとすると、この音の幅の上側を取ろうとしてしまうんですけど、詩吟においては逆で、この幅のある中の下をもう擦りつけるようにですね、できるだけ取るような、そういうイメージを持っていただくと、音を取る際にですも良いのかなと思います。イメージというものはバカにできなくてですね、本人がイメージしてやろうとしていないものが歌声として、銀の声として相手に伝わるなんて、そんなことはないんですよ。よほど生まれながらの天才とかじゃない限りはですね、自分が意識しないものは相手に伝わらないんですね。なので、まずはそのイメージを持つということ、音のこの下っ面を取るということ、これが二つ目のポイントになります。そして三つ目ですね。三つ目は、これは、声をですね、下斜め45度に吐き出すように出すという、ものです。歌声は上斜め45度とか、もっと垂直に、ファーっと抜けるように出すんですけれども、抜けるように出すみたいな感じが歌声なんですけれども、この詩吟の今日の言っている声の出し方はですね、下です。下斜め45度に、もう、ブワーっと、なんていうかな、この、掃除機じゃないですね。ケルヒャーとかの、ああいう、水圧清掃道具みたいな感じで、ふわーっと、前に押し出すんだけれども、ただ真正面ではなくて、もっと下へ押し出すような、そんな感じです。で、声を押し出すというよりは、声にさらに呼吸を、
呼吸を乗せる、気持ちを乗せる、それぐらいの自分の持っているものを口から出せるものをすべてブワーッと出す感じですね。汚い話じゃないですけど、もう口から出るものとにかく、下斜め45度に押し出す、吐き出す、というそういう風にやると、あーあーがこれは普通の声で、おー、で下のイメージを持つと、おーおーでここをさらに吐き出そうとすると、おーおーおーと、もっと前に行く力が出てきます。真下にやるとですね、真下に出すって多分できないと思うんですけれども、正面ではなくてより下へ押し出すようにするとですね、もっと本当に力強い感じに、なります。これは自然と多分自然と、丹田あたりとかお腹をですね、まあ使うことになると思うんですけど、なかなかうまくいかないという方はこれコメントをください。でお腹使うんですけど、本当にこれ疲れます。めちゃくちゃにエネルギーを使います。この3つ目のポイントが特に、辛いですね。やればやるほどやはり自分の持っているものを出すというのはエネルギーを差し出すようなもんなんで、本当に使うんですけれども、これは必要な疲労感ですし、それをやっていればどんどんとこういう丹田とか呼吸の使い方が鍛えられていくので、この疲れはですねぜひぜひ、掴み取ってもらいたいなと思います。喉が疲れるんじゃなくてお腹が疲れるという方ですね。喉疲れるのはたくさんやるとちょっと危険なんですけど、お腹が疲れるということはもう、いくらでも継続して鍛え上げていいんじゃないかなと思います。というところですかね。ということで今日3つと、まあ、心構え1つお話しさせていただきました。こういうまあ血を這うような力強い声という出し方なんですけれども、これは通常の発声よりもさらにレベルの高い話であって、しかもそれはですね、僕も8年ぐらいかけてようやくなったような、本当にすぐにできるようなものではないんですけれども、一つ目のポイントは音が下がるときに明確にガツンと下がるようにすると、二つ目は声の幅の音の幅の下っ面を捕まえるようにするということ、そして三つ目は下斜め45度にも全てを吐き出すかのように声を出すということ、これを意識するとですね、本当に私の声軽いっていう風に悩まれている方も、もっともっと深みとか重みとかが出せて、もっと詩吟が楽しくなると思いますんで、ぜひぜひ、やってみてください。これはもう詩吟やってる方全員共通の話かと思います。よし、あとは、そうですね、一個宣伝しとかないといけないですね、たまには。私もこういう YouTube の詩吟の配信の内容を、Kindle 本の電子書籍に、まとめております。題して、詩吟の教科書、初心者編というものですね。初心者編しかまだ出していないんですけれども。これも もう百何十部ぐらいはもうダウンロードされておりまして、私のこの動画の概要欄、この動画のタイトルとかの方をですね、なんかクリックすると下にまた情報がブワーッと出てくるんですけど、そこにAmazon のクリック欄があります、 URL がありますので、そこから購入できるようになっております。まあ本当に好評いただいておりまして、この詩吟を始めたばかりの人から詩吟歴10年ぐらいの方まで、ずっと、学び続けられるように綺麗にまとめてかつ読みやすくしておりますので、よければ読んでみてください。ペーパーバッグの方はですね、ようやくもうちょっとでいけると思います。もうずっとこんなことばっかり言って申し訳ないんですけど、内容も確認し終わったんで、そんなところかなと思います。はいはいはい。であとはまあ他の本とかも出さないといけないなと思っているんですけれども、やりたいことがたくさんありすぎてですね、ちょっとなっておりますけど、まあこの電子書籍、詩吟の教科書初心者編購入して、コメントやレビュー書いていただけるととっても嬉しいです。よし、では後半ですね。本当に今日は、喉微妙だな。ではまあリクエストいただいたんでこちらやりたいと思います。李白作ガビ三月の歌ですね。いやこれいいですね。では詩文を読んでいきます。ガビ三月、半林の秋、影は平峡、香水に行って流る。夜、星形を発して、山境に向こう。君を思えども見えず、湯州を下る。では、どういった内容か読んでいきます。ガビ山に半輪の月がかかっている。その月の光は、平峡の香水を明るく映し出し、水は静かに流れてゆく。
私はこの夜、星系を出発して三教に向かったのであったが、ここに来て初めて月を見ることができたのである。この辺り、山が連なり、特別の時刻でなければ、太陽や月の見えないところというが、船が下るにつれて、やがて半輪の月も隠れてしまって、そのまま虚しく湯州を通り過ぎたのであった。今のそのまさに、中秋の名月ぐらいの季節で、今日はめちゃくちゃ雨が曇っているんですけれども、本当に最近月が綺麗なんでですね、半輪ではなくて満月なんですけれども、それをちょっと想像しながら吟じていきたいと思います。今日話した内容、下に力強くっていうほどの吟というわけではないんですけれども、音が明確に下がるところとかはですね、ちょっと、僕も意識的にやろうと思いますんで、あ、ここだなというのを感じながら聞いてもらえればと思います。ガビ三月の歌、李白。ガビ三月半輪の秋は平郷香水に行って流る下る。いやー、喉の調子が良くないですね。すいませんね、これは。そう、気持ちとしては、結構頑張ってみたものの、さすがに、ここまでなんか若干声が悪いと、なんか申し訳ないなというところですね。せっかくリクエストいただいたのに、ちょっと申し訳ないなというところです。うん、本当に、睡眠は大事ですね。もう季節が一気に変わっているので、僕もちゃんと寝て、ちゃんと食べて、健康維持に努めたいと思います。ではまたコメントやご相談やリクエストなどいただければとっても嬉しいです。詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。